スマートシティの例、皆さんはスマートシティと聞くと何を思い浮かべますか？配達はドローンがしてくれる、買い物はすべてキャッシュレス、最先端技術での環境問題への取り組みなどなど、たくさんのイメージがあると思います。今日はそんな最先端な街を皆さんと一緒に見ていきたいと思います。トヨタウーブンシティ。トヨタは2020年、静岡県裾野市にウーブンシティと呼ばれる実験都市を開発するプロジェクト、コネクティッドシティを発表しました。このプロジェクトは、新しい技術を導入、検証できる実証都市を人々が生活を送るリアルな環境の下で作られ、今後、サービスが情報でつながっていく社会において、技術やサービスの開発と実証を迅速に行うことで、新たな価値やビジネスモデルを生み出すことを狙いとしているようです。早ければ2024年から実験が開始されるみたいですよ。こんな街が未来にはたくさんできていくのでしょうか。少しでも皆さんにとって住みやすい街ができていけばいいですよね。皆さんはスマートシティをどう思いますか？